とにかくとろとろ最近なんか恥ずかしい音に出会ったことってあります。<noise> 皆さんこんにちは。チルチル商業ビールレビューサイトチルチル記者の明智光子と試し読み係のキリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、今回ね。紹介したい作品はこちらです。 我が瀬ワギモコ先生の聞いて、俺の恥ずかしい音です。イエーイ、イーイあれの、ね、社会人のね。リーマンビールで名っているんですけれども、キリンさん、じゃあ、ちょっとあらすじお願いしてもいいですか？はい、タイトルがね、すごいいいなって思う。うん、思って手に取ったものなんですけど、またあらすじが最高なので、ちょっと僭越ながら読み上げさせていただきます。はい。えっと 恵まれた容姿と体格を持ち気さくな人柄で慕われる営業部のエース寺崎大河そんな寺崎とは対照的な同僚安藤壮太は仕事はできるが物静かで真面目すぎる性格ゆえに社内で疎まれているある日安藤が危機迫る様子でトイレに駆け込んできたかと思えば盛大に放尿音を響かせた 気まずい雰囲気が流れる中寺崎がふと目をやるとそこにはトロトロの表情で勃起させている安藤の姿がなぜか興奮状態の安藤がぽつりとつぶやいたうわーとんでもないそうなんですよねこれタイトルにあるねこの「恥ずかしい音」ってね何だろうってなってその答え合わせが液体がねこぼれる音っていう答え合わせ <laughs> アンサーが出てくるもうね。 こうおもらししエルっっってて最最最高高ででですすすすよねめっちゃいいねねここれはかかかかななりり恥、ね、恥ずずいい音音近んに出会ったことってありますそうです、ね、あの結構私はお腹が鳴る音とか恥ずかしいなって思うんですけどうん、うん、この間某バスケットボール映画を見に行った時に。 すっごい最後の方に静寂なシーンがあるんですけど、うん、結構15秒ぐらいの静寂シーンの中で私の隣の隣ぐらいに座っていた王子様のお腹の音がすごい聞こえまして <laughs> うん、うん、これは私だったらちょっと恥ずかしいなと思いましたお腹がね鳴る音も結構恥ずかしいですよね恥ずかしい、ね、恥ずかしいでもこれもねやっぱ そういういジョロ,ロー系の音って普段音姫とかでかき消しちちゃゃいがちじゃないがじなですかだからこういうのもね割と恥ずかしい、ね、かしい同列かもしれないですねおなか鳴る音と、ね、<laughs> <laughs> 同じぐらいにねこれねそう私その恥ずかしい音この作品の中で良かったなーって思うところが一つあって音関連でそれがあのー。 あれなんですよ、なんかジョロロとショーバーがね、あの BGM っていうか、うん、<laughs> あの、こうね、最中にね流れてくるのがすっごい燃えちゃって、<laughs> あれなんですよね、こう、まああの、濡れ濡れなね、シーンあるじゃないですか、はい、そこであれなんですよ、俺の、 まあ「P」P が「壊れちゃった」って言ってなんかもうグズグズになってるところで BGM の, B の、ね、効果音としてジョワっていうのがね <laughs> がそう出てくるんですよね。でジョワってなるとこう割とそういう,こう下半身で染みてるんだなみたいな感じするじゃないですか。でもその後に「しょろろ」っていうのがくるんですよ。 何が言いたいかっていうと滲んだ後にもうそれが川のの流流れれよよううにもう流れ始めてるんですよね <laughs>、うん、そのこうね時間経過っていうかめちゃくちゃき <laughs> ました <laughs> <laughs> いいですよね染み最初はちょっと我慢というか、うん、こらえていたものがもう咳止めていたものが咳が、な、うんだ タガが外れてしまったというかこう,うャしゃっとしわっといっちゃう感じですねねこうシみいる感じですよね短歌、うん、にできそうな感じのみやびですねみやびですよね <laughs> っていうところが私 <laughs> キュンときましたあとさっきそのキリンさんと話しててあのこのチンがあるじゃないですかその後の 発音の問大体ね3パターンぐらい「こう」か「ぽ」かそう <laughs> そ,それがねすごいいいなっていう話をしてて、うん、こうねかっこいい攻めって「あのこう」をね言いがちじゃないですかでもなんかこの作品だとね かっこいいんだけど、そのかっこいい攻めの方はポを選択されている。そう、ポーハなんですよね。ポーハいいですよね。ポーハいいですよね。ね。ちょっと説明がね、なかなかいい音が入りそうになるので難しいんですけど、<laughs> なんかポって破裂音っていうか、パパみたいな感じでピーってこうパンって。 破裂するじゃないですかなんかそういうのがちょっと幼さじゃないけど可愛らしさがあってなんかこうよりもポーの方が私はちょっと優しい感じがしますよね,ね <laughs> 優しくて親切でな感じがしてこの攻めいいなという話を二人でしてましたうん、うん、そうですね受けの方も受けの方は繰り返すタイプの方で可愛いですよねちょっとオノマトペっぽいというかそう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  ね、壊れちゃったっていうぐらいですからね,ね,<え>ねもう完全にちょっと幼くなってて <laughs> キュートなんであのぜひページめくって確認してみてくださいどこ中盤から後半にかけてのあたりにあるので <laughs> 手に取った方はここかって <laughs> あのぜひこの動画見たら思い出してほしいです <laughs>、うん、故障タイプをちょっと確認していただけたらそうそう嬉しいですね芯 <laughs>、ね、がね故障しちゃうから。 <laughs> 大事どうしようバンされちゃう <laughs> 危ない危ない <laughs> っていうので音関連の話は以上であとなんかキリンさんがねこのちょっとニッチだけどここが良かった、ね、キュンときたシーンとかあったりしますはいもうあのーまあ、いいシーンを上げ出したらキリがないんですけどうん、うん、私が主にグッときたところが2つありまして一つ,つは、まあ、この作品手に取ってまあいい作品なのかなそうでもないのかなとかちょっと、うん に構えてといいうか、うん、読んでいったららそのあらすじにあったおトイレでの起立シーンの時に、うん、あのこれも口頭で説明するのがすごく難しいんですけど <laughs> だいたいたそのスタンドアップシーンってうん、うん、あのズボンをそのまま持ち上げている。 こういわゆるテント横から見た図というか、はい、横からとか,なんか斜め上からとかを見た図がまあ分かりやすくて大体、うん、いいよく見かける図かなと思うんですけど、うん、こちらの作品はあの正面から見ていてで、まあ、そのテントもこう張ってこう頂点越えてむしろ畳にいっているというか畳ちょっと上に畳にいっていて左右の左右 タイプにもはやシフトしているというかうん、うん、11時ぐらいを向いている時感じにうん、うん、がそのズボンの上からはっきり形がわかるというか男性なら特に分かってしまうのかなみたいなその絶妙なラインを描かれていて、うん、すごいグッとこの作品は確実にいいぞとそこで私は思いました。おー あれですよね。その下半身のある部位がまあアルティメット状態にはなっていて、そで,、ね、でそこからあの十一時方向に向いている、十一、ね、時を向いていて、いおーとおも<ー>思いました。<laughs> いやでも割とすごいね。もう書き込みがすごかったですね。すごいですね。もうその十一時向いてるのが私たちにも伝わるというか、うん、教えてくれている。 教えてくれている <laughs>、そうね、こう膨らみがね、すぐわかるあのる画力ね、めち,めちゃめちゃ良かったですよね。いねはい。はい、もう一点が、私は個人的な好みとして、あのお風呂プレイがすごく好きなんですけど、<ー>まあお風呂というかホテルでのユニットバスっていうんですか？ うんうん、ちょっとわかんないんですけどトイレとお風呂が一緒になってるみたいな、はい、あ一緒になってる感じ、はい、の浴槽もあるトイレみたいなところで、うん、最初はトイレに向かってたんですけどだんだんこうリ<あ>ートアップしてというか、はい、そのお風呂の方に向かいあの排水溝にその液体が流れていく描写があって <laughs> す,ご、ね、すごくそれがなんかこうグッときたというか何でしょうね、まあ、何の液体かはねちょっと 我々には判断できないかもしれないというか考えているもの以外も流れているかもしれないあの黄金以外のものもね流れているかもしれない白いものもいろんなものが汗とかもね、流れているかもしれないしこれはもしかしたら水なのかもしれないみたいなちょっとこうでも確かに液体は流れているというところが感じられたのがすごく私はあなんかこの描写美しいと思いました そうなんかこうあれなんですよねシーンのそのコマのところで排水口がこう一番こううん、うん、でかいんですよね書き方メインでそで,、ね、でそういう感じがちょっと風流っていうか、うん、排水口メイン描写が非常に雅な感じでしたね。<laughs> で私そのキリンさんから私のターンに戻っちゃうんだけど <laughs> ターンエンドしてもらってねターンエンドで。でで私がキュンときたのはあのこの受けのねちょっととろっととろけた感じのお顔が大好きでなんかよくこの攻めの方がねあの癖かわかんないんですけどこの方にねこう手を添えるっていうか受けの方にねそう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 あの最中のところでねこうやって。 こう滑らす描写があるんですけどそういう時に受けが歓喜まってこう涙目でこうるうるしながらとろけてるっていうのがめちゃくちゃ良かったですね <laughs> ちょっとツヤ感あるというかそうそういろんな意味でツヤがあるツヤがある <laughs> <う>色気のツヤもあるし普通にあの肌が綺麗っていうかツヤ <laughs> な肌だしそうこうなんか全体的に、ね、こう愛が伝わってくる感じのね あの書き方もすごく良かったんですよね。もうとろとろなんですよ。もうとにかくとろとろ。めちゃくちゃ良かった。だからこう下半身のもうね。漏れてるとか以外にもこうね。好きなのが漏れてる感じがね。こう表情から伝わってくるので、めちゃくちゃおすすめです。語 <laughs> 彙 <laughs> 力がちょっとなくなってきてるんですけども、とにかく良かったんでもうね。お誕生日好きな方見てほしいです。うんうん ね、踏み込んだ感じのコメントたくさん寄せられてるのでぜひぜひそれを参考にしながら、ね、神作品探していただけたらなって思いますはいではお別れしたいと思いますせーのパイチル,イチルありがとうございましたありがとうございました